マカの少女マカ族はアメリカインディアンの部族である。彼ら自身はクエネトチチャトと自称する。マカは食べ物に気前が良いという意味のサリッシュ語族の言葉の不正確な発音から来ている。アメリカの太平洋の北西海岸、ワシントン州のオリンピック半島に定住し、アルゴンキン語族のワカシ語族に属するマカ語を話す。現在、マカ語は長老など高齢の人しか話せないが、 最近では、魔家族の若者が、祖先代々の言語を維持するよう努力している。現在オリンピック半島の魔家族の保留地があり、バハーダ、ア、ワッチ、スズ、オゼッテの5つの村に定住している。1850年代の天然島の流行により、部族の人口が大きく減ったが、現在、保留地にいる魔家族の人口は2002年の調査で1213人だった。住民の多くは、 漁業で生計を立てているが、失業率は夏で約30%、冬は75%に達する。その他の収入は林業や農業で、特に林業は主にアメリカネズコである。マカ族は杉の木を使ってカヌーも作る。漁業は酒漁などでクジラやアザラシも捕獲する。また、居留地の中心集落のニアベイは週末でも人通りは少なく、 海を望むレストランは閉店し、さらに薬物依存者が増え犯罪も問題化している。海の王を捕らえたマカー族。マカー族は、1500人以上前からコククジラを捕獲してきた伝統的な捕鯨文化を持つ部族で、カヌーに乗り換え岸近くにいるコククジラを森で仕留め、捕獲する。1855年1月31日の米政府と交わした条約で、 定住していたオリンピック半島の大半と引き換えに唯一捕鯨権利を認めさせたインディアン部族である。白人たちはカリフォルニア沖のコククジラの繁殖場での捕鯨により、これを絶滅寸前に追い込んだ。このため、米政府は条約を一方的に破棄し、マカー族の捕鯨を禁じ、これを行う者を逮捕した。こうして部族の捕鯨は約70年にわたり禁止弾圧されてきた。 前述のように国ク,クジラの資源量が減少したため、1920年代から捕鯨を自主的に中断し、1970年代以降は米国内法で禁じられた。1994年に米政府が保護により十分に増加した国ク,クジラを絶滅危惧種から外し、IWC も先住民の捕鯨を認めたため、部族の伝統派グループがインディアンの権利の回復運動と合わせて、 マカー族の伝統捕鯨を再開すると宣言した。マカー族の伝統復活の動きに対し、白人側からの批判や、インディアンの権利を擁護する側との論争。マカー族とデモ隊との、たびたびの衝突があった。1998年に、カナダのバンクーバー島の13のインディアン部族が、マカー族が捕鯨を再開するなら我々も、復活させたいと表明。マカー族は、捕鯨の再開に合わせて、 カヌーの操船や森投げの練習を行う一方、海洋生物保護団体 C シ,シェッパードなど、反捕鯨団体やカリフォルニア以外の地域の白人たちが、絶滅に瀕しているクジラを取るのは違法だと訴え、裁判所で採決が下るまでマカー族の捕鯨を禁止しようとした。ここで注意すべきなのは、マカー族は裁判所や関連団体に捕鯨権を要求しているのではなく、 条約を遵守するようにと要求していることである。マカー族の捕鯨権は、1855年の米連邦政府との条約規定で条文化され、確約されているのである。マカー族は1999年5月17日、シーシェパードの激しい妨害をくぐり抜け、手漕ぎのカヌーから森で刺す、マカー族古来の伝統漁法で、約70年ぶりに国ク,クジラ1頭を仕留めた。 この復活捕鯨に対しては、国際捕鯨委員会から、クジラに苦痛を与えないよう、伝統的な森でクジラをついた後は、ライフル銃で即死させるようにと、条件が付けられた。この伝統領の再開に関しては、従来の式きりに、ライフル銃で撃つという行為が加わった。シーシェパードは、マカー族は、ライフルで、ヤビスを殺したと抗議し、この際、シーシェパードらの抗議戦が、 マカー族の了解を侵犯し、マカー族の手こぎのカヌーに対して、モーターボートで危険な威嚇行為を行った。反捕鯨運動からは、マカー族の伝統なんて何の意味もないね、とコメントしている。この捕鯨復活の後、マカー族には全米やカナダをはじめ、各国の先住民族団体から祝賀が寄せられた。その後、米連邦裁判所は、 マカー族の条約上の捕鯨権を承認した上で、米国解散哺乳類保護法上での権利放棄を促す採決を出し、マカー族はこれに従った。国際捕鯨委員会は、ロシア連邦の畜地族の捕鯨割り当て分を共有させる処置を取った。反捕鯨 NGO が盛んに活動する米国内では彼らに対し風圧は厳しく、米連邦裁判所は2004年に、 米国内法の特例が適用されない限り、捕鯨は認められないと判断したため、2007年9月、マカー族の捕鯨委員会のメンバーである、ウェイン・ジョンソンとセロン・パーカー、ジョンソンとアンディ・ノイル、ビリー・セコール、フランク・ゴンザレス・ジュニアの6人が、国ク,クジラ1頭を捕獲する強行手段に出た。ウェイン・ジョンソンとセロン・パーカーは、1999年、 1999年のマカー族の捕鯨再開時の乗組員だった。シーシェパードは再びマカー族の領海の審判行為をはじめ、手コぎのカヌーに対してモーターボートによる危険内核行為を繰り返した。ロサンゼルス連邦地検はマカー族の漁師5人をコキク,クジラ1頭を殺したとして起訴した。1999年に再開されたマカー族のカヌーと森を使った伝統漁法に乗っ,った捕鯨は、 その収穫を祝う伝統の儀式も復活させた。マカー族だけでなく、周辺部族にもクジラの肉が振る舞われ、ポトラッチの祝祭も賑やかに開かれた。マカー族にとって約70年ぶりの捕鯨再開は、部族のあらゆる伝統行事や儀式の復活を祝うものでもある。現在、マカー族の学校では子供たちに対し、カヌー作りの授業を始めている。また、マカー族は、 捕鯨復活に向け米国内法の特例適用を申請中、2010年6月下旬にモロッコで開かれる IWC 総会に代表団を派遣する予定。1834年10月日本の愛知県三浜町の浦から、オアリ藩の米や陶器を江戸へ運ぶため、米や陶器積んだ、樋口茂げるレ所有の戦国戦、法順丸は、航海に出た。しかし、法順丸は、 太平洋上で漂流し、船が壊れ、宝純丸は、ワシントン州オリンピック半島のアラバ岬に難破し、上陸した、14人の水夫のうち、11人が解決病で死に、夫吉、久吉、岩吉の3人の,3人の水夫が助かり、フラッタリー岬付近で、遭難した3人は、マ家族に助けられたというエピソードがある。後に、彼らは、マ家族と交易していた、イギリスのハドソン湾外 に身柄を売却されアメリカ大陸からイギリスに渡り、さらに希望本経由でインド洋マカオにまで足を運ぶ壮大な旅の果てに日本本土に帰ろうとしたが、当時の日本は鎖国中であり、行き違いから日本は音吉たちの乗るモリソン号に砲撃を行ってしまうというモリソン号事件が発生した。結局、音吉たちは帰国を断念することになり、 生きているうちに帰国できなかった。ワシントン州と姉妹州で、魔家族とも交流がある、兵庫県から日本ボーイスカウト、兵庫連盟が、宝純丸のレプリカや宝純丸に積み込まれていた、当時期などを、ニアベイの魔家族博物館に寄贈した。ありがとうございます。